おいどんは藤間な丼でごわす。今日もビットコイン、リップル、イーサリアム、ネムのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨のチャート分析や株、そして社会経済の話を毎日配信しておりますので、投資に興味がある人や金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてください。今日も仮想通貨ニュースを読み上げてから、最初にビットコイン、そして、ネム、イーサリアム、リップルという順番で、チャート分析していきたいと思います。はい、今日もね、今日はいろんなファンダがあるんですけども、まず、2つね、今日はちょっと紹介します。1つは、ビットメックスの CEO が逮捕されたということで、これがね、結構仮想通貨業界にとっては痛手になってるかなと思ってます。ビットメックスって、ね、日本ではね、今年途中から使えなくなったんですけど、一昔前だと仮想通貨で FX トレードする人はビットメックス使ってる人が一番多かったぐらい、結構メジャーなね、仮想通貨取引所になるので、そこの CEO が逮捕されたということで、仮想通貨業界にとってはかなり、ネガティブなね、ニュースということになっております。もう一つが、トランプの、アメリカ大統領のトランプの夫妻が、コロナウイルスに感染したということですね。今日の、日本時間のお昼過ぎ頃に、コロナウイルスで陽性だったということが判明したと。で、専業医は現時点では良好で、夫婦はホワイトハウスの居住区に、留まる予定ということなんですけども、大統領選があと1ヶ月後に迫った中で、トランプ大統領が、コロナウイルスで感染してしまったと。そうすると、トランプさんの、ね、お得意の、ね、大規模集会が行えないので、やっぱりどうしてもトランプが再選することにとっては、マイナスになってしまったということですね。トランプさんはね、もともとその不動産関係の投資家ですし、どっちかというと、貧しい人よりは、お金持ちの人、例えば資産家とかの、に優遇する政策というかね、今の自民党のそのアベノミクスに似てるんですけど、どっちかというとその株価が上がるような政策を打ってきたタイプなので、どちらかというとその、金融市場にとってはマイナスなニュースかなという形になりますね。なので、一旦ね、例えば今日ニューヨークダウがどういう動きするかわからないですけども、かなりね、下げてくるんじゃないかなと私は思ってますので、全体的に金融市場が一旦ちょっと警戒感があって冷え込む可能性があるかなというふうに思ってます。それによって、仮想通貨も一旦下げてくる可能性が、高くなってきたという形で、デメリットがあるニュース2つありましたので、ちょっとね、暴落に警戒しておいた方がいいかなという状況になりました。はい、それでは、まずビットコインからいきますね。ビットコインが1段階下げた価格になっていまして、今110万円ジャストぐらい、を指してます。私は先ほどショートを、ね、利食いして爆益を取れましたね。昨日の動画の通り、三角持ち合いが意識されていて、そこで、ショート入ってましたので、昨日の動画の通りショート入ったので、それをさっきリグったって感じですね。はい、まずビットメックスじゃない、ビットバンクの4時間足ですね。ビットメックスが逮捕された取引所ですね。4時間足ではこんな形ですね。昨日ここでね、こういう三角持ち合いの上なのでショートの絶好のタイミングですよということを言ってたんですけど、そこで、まさにドンピシャでショート入って、そこから、降りてきたと。で、ちょうどこの下限ぐらいのタッチするようになったんで、そこでね、利食いしました。なので、5万円幅ぐらい、500ドルぐらいの爆益になりましたね。結構な爆益になりました。私10ビットで入ってて、レバー5で入ってたんで、計算したら分かると思うんですけど、結構な爆益になりましたね。で、こっからなんですけど、一旦このその三角持ち合いの下が意識されてるので、この辺で一回ちょっともじもじするとか反発するっていう可能性はあります。ただね、さっき言ったようにファンダメンタル的には最悪な状況になってきたので、ついにここを割ってくるって可能性がありますね。で、ここは、5月から続くトレンドライン、ちょっと冷やしに行きますけども、5月から続く上昇トレンドラインの途中ですので、ここを割ってくると相当悲観ムードが走るかなと思います。ここの5月のこのヒゲ、ここからずっとビタビタに引けるんですよね。1回2回3回4回5回6回、6回目のタッチなんですよね。ここ割ってくると、いよいよもうこの CME の窓が開いてる102万円が見えてくるわけですね。今110万円なので、102万円までは実はまだあともう8万円しかないわけですよ。いよいよこの1万ドルライン割れがちょっと見えてきたなっていう状況なので、私はさっきショート利食いしましたけど、ここの上昇トレンド割ってきたら再度ショート入って、102万円9600ドルのところ、あるいはこの1個下9000ドルぐらいのところを見かけてショートをね、入れていこうかなと思います。現物買いの人は逆に102万円のところ、 CME の窓が開いてるところで、
ゲーム使う。そしてここの2ヶ月ぐらいもんだ96万円ぐらいのところで買っとくといい買い場になるんじゃないかなというふうに思っています。はい、ビットコインはそんな感じですね。で、次ネムです。ネムもちょっと落ちそうな形の形状になってきましたね。ちょっとトレンドラインの引き方変えてみたんですけども、こんな形ですね。結構下に向かってずるずると落ちてきてる。4時間足なんですけど、この三角持ちは上に行けたんですけど、ずっと上に押さえらつけられてだんだん下がってきたんです。で、もうすぐこの上昇トレンド、上昇トレンドね、ちょっとこういう風に引いてたんですけど、実はこっからこのもうお椀型の上昇を作ってくる前のところからずっとこうやって引けるのもあるんですよね。そしたらこう2回タッチしていて、次が3回目のタッチなんですけど、ここ割ってくるとかなり悲観的なムードですね。そしたらもういよいよこの9円ってところが見えてきますし、もっと言うと8円っていうところ、8円ってところは以前ね、急激に上がったけどレジスタンスされたところなんで、ここまで落ちてくる。だから8円9円ぐらいで、まあ、買っていきたいかなと思います。まあ、もう私はちょっと浅くね、9.5 円とかそれぐらいで買っていくかなというふうに思っています。はい、ネムはね、まあ、以前も言ったんですけど、こういうお椀型のね、急上昇してきて、で、こうやって下がって8円ぐらいまでね、落ちてくる方が、チャート的には綺麗かな。お椀型で下がる、お椀型で、お椀型で上がる、お椀型で下がる、そして、12月にかけて上昇していく。そういう方が綺麗かな、というふうに思います。え、次、イーサーですね。イーサリアムは、やっぱりディセトラ継続かなと思ってますので、少なくとも3万円ぐらいまで落ちてくるんじゃないかな、というふうに思っています。相変わらず、まあ、ここのね、ちょっと今、引き方が雑ですけど、こういう感じの、下落トレンドライン中なので、こんな感じですね。こういう三角持ち合い。ディセンディングトライアングルなので、ここのいよいよ3万4千円ところを割ってきたら、期間が走って落ちてくるかなと思います。で、買い場としては、やっぱり3万円のところですね。ここの、高値のところが3万円ですし、ここのコロナショップのそこから5万2000円のちょうど半値戻しが3万円ジャストなので、そこで買っていきたいかなと。で、もう一段下げる。例えばビットコインが96万円ぐらいまで下げる場合は、次の2万6000円ぐらいまで下げてもおかしくないので、そこでも買っていきたいかなというふうに思っています。はい。で、お待ちかねの皆さんね、注目のリップルですけども、リップルもかなり落ちてきましたね。落ちましたが、まだ一応上昇トレンドの上にはいますよね。日足ですけども、コロナショックの底で34円ですね。で、18円タッチして、コロナショック、34円まで上がってきた。で、こんな感じで、今がこういう平行チャンネルを描いてるし、この上昇トレンドラインタッチしたところ、やっぱり私が言ってた24円ってところまで落ちてきました。なので、今取ってる段階では 24.3 円なんですよね。で、そろそろ買っていってもいいかもしれないですね。ただ、注意しなきゃいけないのは、ネムもそうだし、イーサーもそうだし、ビットコインもそうですけども、そのコロナショックからの引かれる、ずっとこうやって引ける上昇トレンドを割ってきそうなんですよね。ビットコインが割ってくるってことは、リップルも割ってくる可能性があるわけです。だからここ割ってくるとすると、やっぱ次ね、22円っていうところが意識されるんですよね。ここの、1回、2回、3回、4回ぐらいレジスタンスされたところで、ここがかなり意識されるので、やっぱり22円ってところで、もう一つ下は18円、ここのね、一回下落の底作ってきたところ、ここぐらいまで落ちてきてもおかしくないかなと思ってます。で、私がどうしたかっていうと、私はね、もう買いました。リップル買いました。一応スウェル上げに多少期待して買いました。もともとね、3円の時からね、4年ぐらいホールドしているリップルありますし、それに加えて、24円台でさっき買いましたんで、まあ買ったね、金額とかが知りたい人はツイッターの方見てください。そうですね。だから、まあ、22円に落ちてきたらまた追加で買うかもしれませんけど、ちょっとそのスウェルからの時間軸とかも考えますね。スウェルが不発で終わるという可能性もあります。で、ここね、割ってくるとかなり悲観走るので、リップルも落ちてくるナイフになる可能性があるわけですよね。ここ落ちてくると、まあ、18円とか、まあ、最悪13円とかまで落ちてくる可能性もあるわけなので、どこかでね、損切りするっていうところも検討した方がいいかもしれないですね。まあ、例えば25円とかで買った人は、20円割ってきたら損切りして22円に入り直すとか、まあそういう形で、どっかでここで割ったら損切りするって決めといて、ここで損切りするって、ここで買い増しするって決めとけば、うまく回転して、枚数を増やせるかもしれないので、うまくやれる自信がある人はそういうふうに考えるのもいいかなというふうに思っています。私はまあ3円から買ってるので、ディップル損切りはしないかなと思います。単純に買い増しして、含み損抱えてもまあ放置すると。いや、むしろその、18円とかまで落ちてきたら逆にまた買い増しして、平均取得算、
価を下げるというふうにしようかなというふうに思ってます。基本的にリップル、まあ、長期目線で持とうかなと思ってますので、はい、そんな感じですね。はい、引き続き、下落にはかなり警戒した方がいいファンダメンタルズになってきたので、いよいよね、10月、まあ、10月の上旬って前も言ったように結構下げやすいので、10月ぐらいに底作ってきてから、11月、12月にかけて年末の上げが多少あるのかなというふうに思っております。はい、今日のお話が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして動画の説明欄に私がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であればコインチェックとビットバンク。コインチェックは取り扱い種類が日本で一番多いということと、ビットバンクは指し値できてチャートが見やすいということがメリットなので、両方登録しておくことをお勧めします。そして日本の取引所にはないマイナーなコインも取引してみたいという方はバイナンスの登録もお勧めしております。そして FX も挑戦してみたいという方はオーバービットとバイビットをお勧めしてますので、ぜひ登録をしてみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。藤丸でした。また明日。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤丸でした。